かしいんじゃないですか、世界の胸型をさ、こういうふうに思い合って人たちが、先輩の方たちがさ、そういう資料館記念館として残したものをさ、勝手にそのなんていうか、なくして私は非常に腹が立ちます。そしてもしそうだってあるんであれば、行き前のね、なんか行きビルを作る形になって、そこに市美術館を入れるという経過もあるけども、そういうところでも立派なやつをまた、収納してやるというなら分かりますけども、非常に残念です。前にあの五所川原の学校の先生が昆虫のいっぱいあの、何ですかね、標本を作って青森市や弘前にぜひ寄贈したいということがございましたけども、弘前でも青森も受け入れないということで、なんか神奈川か東京かそっちの方で引き受けるということがありました。これを見ても当時私は非常に腹が立っているんです。もう少し青森市としてそういう文化視点というか、そういうものを本当に先輩を大事にするというか、引用を大事にするというか、そういう視点をですね、ぜひ市の行政としてやってほしい、そういうことです。